セット花ごきげんよう、花の次期幹部です。次期代表のはるかです。次期副代表の千里です。同じく次期副代表のりのです。皆様、一部はお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。2部に入る前に、私たち次期幹部の3人で、ご挨拶させていただければと思います。よろしくお願いします。今日の引退公演が終われば私たちの代に切り替わると思うんですけど、2人はどんな花にしていきたいですか？私はもう花が本当に楽しくて大好きなので、皆さんにもっともっと花を知ってもらいたいなって思って、もう常々思ってるので、インスタグラムだったりだとか TikTok だったりだとかの SNS とかにもっと力を入れていきたいし、たくさんのことに新しいことにたくさん挑戦できる花になっていきたいなと思っています。代表、私は花でもっともっと踊る機会をたくさん作りたいなっていうふうに思っていて、イベントを企画してこんな感じで単独公演をやったりだとか、外部のイベントにもたくさん出ていきたいなっていうふうに思ってます。今より全員ともう一曲も被ってない、全員と絶対一緒に一曲はやって引退できるようにしたいなっていうふうに思ってます。ここで10期の先輩との思い出を話すんですけど、10期の代になってから私たちはすごい新しいイベントがたくさんあって、とても充実した1年を過ごせたなって思ってます。私の一番の思い出は、ハロウィンパーティーが今年企画されたんですけど、全員が本気のコスプレをして、それで好きな曲を好きな人たち同士で集まって、踊るっていうパーティーがあって、それがとても楽しくて、私の人生で一番記憶に残るようなハロウィンパーティーを企画してくださいました。本当に10期、11期、12期は先輩後輩交えて花の活動以外でご飯に行ったり踊ったりって、すごくとても仲良くて楽しい1年を全員が過ごせたのかなって思ってます。そんな優しくて楽しい10期の先輩方が引退してしまうのはすごい寂しいんですけど、新しい代でも楽しい花の活動ができるように私たちも頑張っていきたいなと思っています。はい、それぞれの花への愛が伝わってきたところで、2人は今日の公演でどんな曲に出たのかっていうのと、あとこれからどの曲に出るよっていうのと見どころも教えてほしいです。私は一部でエバーグローのラディダという曲を踊らせていただいて、二部ではニュージーンズのハイプボーイという曲を踊る予定なんですけども、ハイプボーイはすごく楽しい曲で、パフォーマンス中もみんなでメンバー同士で目を合わせながらニコニコするっていう場面がすごく多い曲なので、皆さんもぜひニコニコで見ていただければと思います。私は一部で GOT のステップバックっていう曲を踊りました。このステップバックは今回のために練習した曲じゃなくて、7月から学祭曲として練習していた曲なので、クオリティの高いパフォーマンスをお届けできたのではないかなと思っております。そして2部ではこの挨拶の後に私とはるかが、出る IVE のアフターライクを披露させていただきます。こんな風にきらびやかな衣装とディスコっぽい曲調で踊るので、踊ってる私たちもすごく楽しく踊れているので、皆様にもその楽しさが伝わってすごい会場が盛り上がるといいなと思っております。2部も素敵なパフォーマンスが盛りだくさんなので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。私たちも頑張ります。それでは2部開演です。
当日いただきましたパンフレットになります。セットリストになります。2022年12月4日日曜日、花さんの10期生3年生の引退公演が開催されました。